ああ、そっちか。まだ動かしてないから綺麗まんまやろ、刀も。マッハも意外と綺麗やろ。乗らな。タイヤ変えたとこでさ、ビンビンが残ってるから、粒粒がいっぱい。全然走ってない。俺と一緒やん。あれもやったけど、変えたけど、後ろがビンビン残ってるだけかな。これ探検しないですか。これどこのマフラーやったっけ。ストラーカーやったっけ。マフラーどこやった。じいちゃんマフラーどこやったこれ。マフラーな、どこやったっけ。ビートン、あの鈴鹿で、あの作っとうとこやねんけど。あ、ストライカー。そんなんやもんちゃう。違う、作っての境レースよかったし、あ、それが可能性大やな。あのレースしよう人なんかにマフラー提供するとこ、提供しようところやねんけど、なんか5社しかないらしいですね、マフラー作る3社って。その機械が整ってんの。そうそうそう、うちみたいにね、マニアするとこは一緒やねん。今度ちょっとイメージチェンジに、昔の吉村のマフラー持っとうから、うん、7班に付けとって。あの、うちの黒坂だな、カウルコピーさせたのか。うめえな。行こう。肩取ってな。肩取って。FRP やったね。FRP やから。そのまま商売にもなります。なるだろ。加工なしで作るから、これ。うん、全部。タンクは一緒やな。でも、ここの辺も出てちゃうな。テールカウルと、アンダーカウルと、フロントカウル。で、フェンダー。いけるんって、これと。これぐらいちゃうの。そうそうそう、このカラーリングでフルカウル作ったらいいね。いけたじゃない、じいちゃん。溶けたら高いじゃん。これ肩を作るだけで高いわな。突っ込まんがた綺麗やな。